い、どうも。はい、どうもです。じゃあ、今回もやっていきましょう。アングリーバードファイトです。まあ、ちょっとね、ちょっとでもないんですけど、ちょっとね、ボスが同じなんでね、もう、ちょっとプライベートで、ちょっとキングピックまでやっちゃいました。すいません。で、その間になんか、異次元のやつとか出てきたんですけど、まあ、なんとかね、またその攻撃あってしまいました。やっていきましょう。もう小枝のパターンはもう同じなんでね、発狂してゾンビと同じことをします。もうそれ一択です。キングピックしてくることは、はい、ドンピシャまさにその通りでした。ちょっと待って。このゲーム本当に無言になりやすいんだよね。なんかパズルに真剣になるからな。パズルガチ真剣になるからな。ああ、いいところでタイムアップ。いけるかな、これ。多分これいけるでしょう。ちょっと危なかった。レベルアップ、レッド。レッドがレベルアップ。オッケー。はい、さっさと沈めや、キングビッグメン。お化けの餌食にもなれ。怖がってろ。はい。プライベートでやったら、まあご覧の通り、もう某アニメのお話ありましたよね。なんか憎めないんだっけで、その反対の虫スカンを食べたレッドがもうムカつくなって顔をしてますね。全員虫スカン食べていない人全員がお前の顔見るだけイヤイヤするってしてますよね、もう。まあ、はい。今からその気持ちを抑えてやりましょう、企画。さあ、やっていきましょう。やっていきましょう。ちょっとね、マッチングで失敗して、ちょっと大幅カットしました。はい、すいません。おい。まずはこいつの鼻の虫を。なくしましょう、まずは。鼻虫をすっきりさせましょうね。まあ、健康のためにも怒らないこと大切である。何よりストレスになっちゃうからな。メタルギアボックス。まあ、メタルギアも同じですよ。まあ、ファイトならではですね。まあ、ファイトでしかあの技はしてこないんですよね。まあ、ちょっと残念なことに、まあ、残念なことにって言われても、ね、ああそうだ、さあいけるでしょこれ。やばい、危な。虫スカン食べていないからこそ勝てたね。よし。で、お前の腹の虫はすきました。じゃあ次の犠牲者の腹の虫を抑えてやりましょう。さあ子供たち、さて子供たちの腹の虫を一気に抑えましょうということでやっていきます。またレッドですね。まあ、ちょこちょこサクサク適当にとは言わないんですが、まあ、ガチ本気になって挑みましょう。やばい、連続で喜んでるってことはなんか消したな、ブースのやつ、赤いや青いやつ、ガガガガってなやつ消したな。
予想できる。意味がない。そこでやっても意味がない。そこで DIY をやっても意味がない。はい、余裕。余裕ですね。ざまですよ。鼻の押しやすいついて、まあ笑顔が元出ましたと。よし、次の犠牲者の鼻の虫を抑えに行こう。 It's a dynamite やろう。さて、このメタボリックシンドロームおばさんとやっていきましょう。本当に失礼だけど、そういうしかないんだよ。本当にお前メタボリックシンドローム4、メタボリックシンドローム病なんだか、お前は。お前本当にそう見えるから仕方がないんだよ。そう言われても仕方がない。はい、はずれ。残念。残念。当たり。いいところに来るね。あ、消えちゃった。やばいな今回。やばいな。負けるなこれ。アイカットです。ちょっと戦ってる部分はちょっとカットさせていただきました。まだこいつの鼻の虫は抑えられていないようです。残念ながら残念ながら、まあダイナマイト野郎は鼻の虫がつかないようです。グッドタイミング。いいところで来るね。いいところでフィーバーが。本当にグッドタイミングなところで出る。出るとは予想しなかったわ。よし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 。おいおい、どんだけコンボ続くねん。か、絶対勝つやろこれ。これは絶対勝つ。予想通り絶対勝つわな、そりゃ。絶対勝つわな、そりゃ。あいぼっこ。さっさと、まあ、ゴジラのお前たちに帰ってください。ということで、お前は、まあ、鼻の虫がすかなかったということになりました、ね。まだ鼻の虫は、心の中では、まだ、怒っているようです。さあこのメタボリックシンドロームおばさんの鼻の虫をつかせましょう。はい、いきなりそれが結構厄介なんですよね。あれ、いいところに来ると本当に厄介。あれ消したな。予想できる。残念ながら見えるんだ俺は。消したものが予想できるんだ。そこでメタボリックシンドロームをやっても意味がない。ただ消しただけである。
アイカットでーす。またか。ではが次。あい、来たー。お前はまた後で、また後で対戦相手になってもらう。さて次の花の虫を好きに透かしに行きましょう。残念ながらこいつと、こいつはまだ花の虫は空いていません。さあ残りお一人です。さあこいつの花の虫を透かしに行きましょう。対戦相手はイッツアダイナマイト野郎です。まあそのイッツアダイナマイトの方が呼びやすいからね、やっぱ。まあこいつの名前はイッツアダイナマイトと覚えておけばいいです。まあな、まあ名前イッツアダイナマイトで OK です。まあ呼ぶときはね。そして爆発したイッツアダイナマイトと叫んでください。本当にこいつの爆弾はダイナマイトにすごいので、ダイナマイト越しますので。カットだな。ここまでの肌の虫を透かしに行った結果、こいつとこいつは、まあ、肌の虫が透きました。でも残念ながらこいつとこいつとこいつだけはまだ怒っています、心の中で。さあやっていきましょう。さあってこのちょんまげ野郎とやっていこう。まあ、オークはこれなんでね。まあ、オークはもうこいつだけ鍛えてると思います。多分ね。まあ、やっぱ昔とちょっと変わってますね、やっぱ。まあこのゲームちょっと昔と変わってる部分もある。はい、メタルギア、メタルギア。おーし、やっていこう。子供の喧嘩みたいなのこれ。ミッションクリア。よし。さ、ラスト一戦。さてキングレッドとやっていこう。嘘パチコスチュームですおいしょ。まあきちっとメタルギア決めましょう。メタルギアはきちっと決めるのがミソ。メタルギア何回メタルギアをすれば気が済むんだよ。さっきからなんかチャリンチャリンとか言ってるけど、なんだこれ。まあいっか。とりあえずタイムアップ。カットしました。おし
まあ一応今回はこんなもんでよろしいでしょう。さて、この実況を見てる皆さん、どうもです、マイくんでございます。まあ、当動画をご覧いただきありがとうございます。はい、で、言いたいことなんですけども、まあ僕の動画をもう見れば分かると思うんですけど、なんか100レベルとか行ったりするんじゃないですか。あれバグです。はい、一種のバグらしいので、まあ修正次第また更新があると思います。まあ一応今回はね、ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。